わざざご視聴ありがとうございます。上手くもないけど、下手でもないハム太郎でございます。たえば今、パオールームを星8にボコボコにされました。もう回復薬ないです。というわけで,できないんですけど、えー、ほ、間違えた。大連続資料の小技説明していきましょう。小技ですよあくまで小技です。めちゃくちゃ楽になるとかそういうわけじゃありません。これ、左上の時計見てください。3時52分に私は神王が星8に負けましたと。はいはいはい、負けましたね。で、ここまでは普通。 今4時11分。ま、あ要するに HP が回復してから、半径500メートル以内。だいたい500メートルくらいが目安なんですけど、500メートル以内だったらもう一回プレイできます。で、残り3分22秒。まあ、3分21秒になりましたね。ってことは、これで負けたら回復薬を使わなきゃ本来だったらプレイできないはずですよね。違うんすよ。で負けましたと。はい、負けました。で、4時35分。プレイできるんですよ。 ただ、これね、100%じゃないんですよね。たまに参加できませんでしたら出ちゃうんですけど、私はね、マックス5回連続できました。特に家の近くとかに湧いた時は、これがめっちゃ便利です。近場にモンスターもいないし、もう4時台なんて3時台でモンスター借り終わった後だし、とりあえず人用がしかいないなって時は、こうやって時間経過で回復すると回復薬が節約できます。これなんだこれなんだっけ これ削り切れませんでしたか。削り切れませんでした。削り切れないは別にいいんじゃないのそう4時37分。削り切れませんでした。もちろんそう、時間経過で終わってても、HP があれば、こうやってまたプレイできます。その証明ですね。4時37分です。さっきより随分時間経ってます。ってことは、本当にもう大連続手は終わってるんですよ。ね、00分でしょプレイできるんですよね。で、これは別日なんですけど、確か。あ、これ同じ日だったかな ?4 時12分。別日だね。 別日で、この画面にしちゃっても大丈夫です。戻るを押しちゃったら、確実に、もう大連続手裏終了してるんで、もう一回アクセスできないんですよ。そこが注意です。で、戦闘中も大事。戦闘中も、諦めるを押しちゃうと、その場で終わります。だから、60秒待ちましょう。75秒か。75秒も経過するまで待って、敵の攻撃を見終わって、そしたら、あの、またさっきみたいにできます。で、こうやってこの画面にしても、こうやって30まで回復すれば、はい、プレイができます。 そうなんですよ。大連続資料はまあこれはバグなのか仕様なのかはっきり言ってわかんないですあくまで今回コワだとして紹介していただくんですけども00でもプレイできますとという証明でございましただねご視聴ありがとうございましたハム太郎でございます今日は家の周りに3匹沸いてるから夜楽しかったろうと思いますじゃあバイバイありがとう